はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでジュビルゼロ、ジュビルロー。はい、ですね。はい、2つですね。よろしくお願いします。最後のゼロは意図的なゼロ。ね、どうなんでしょうね。かけてるのかどうなんでしょうね。よいしょ。はい、サファイア2つですね。ちょっとハサミで開けやすい方、はい、切ってからカットチェックです。よいしょ。はい、1から100まで純粋に入ってたらなんですけど、同じボックス、同じ選手、ね、昨日も1回、何回かあったかな、ありましたので、まあね、純粋に考えれば84分の、まあ、ウィルツ以上って考える、あ、もう来た。もう来ました。はい、心地、1パック目でゲットです。はい、おめでとうございます。よかった。ね、100分の84なんですよね。まあ、純粋に100枚のシートを裁断して、ボックスに順番に詰めて、あ、オレンジも切ります。ただ、ボックスで、その3強のうちの2枚来たりとか、絡んだりする場合もあるんで、答え、アントン君だ。はい、なんか写真で覚えてきた。文です、覚えてきました、店長。よいしょ。はい、とりあえず1パック目でね、心地ゲットです。ちょっと待って、たまにこれパックがクシャクシャってなってるのがあるんで、よいしょ。やっぱ RC マークくるとね、おってなりますね、はい、ウィルツさんはマークがないので、大迫さんとかオリンピックのメンバーになってますね、遠藤さん。ね。日本代表。どうですかね。はい。リクター。はい。インサート。フューチャースターズは2枚出てきます。まあでもこの子、あ、オレンジだ。オレンジ2枚。あ、パラレルもやっぱ適当なんだな。趣味道さんですね。125、うん、これで適当っていうのが分かりました。シリアルも、はい、ポールセンさん、ユーロですよね。お、遠藤君、はい、心地ベリンガムって箱はなかなかないのかな。あ、そっか、フューチャースターズ1枚しか出てないんだ。はい、1箱目終わりました。心地ゲット。いや、昨日からちょっとレインボーオーラ継続中なんで。どうなんでしょうね。 84% ちょっと出なかった時はね、申し訳ないです。その 16% とかってちょっと思ってくださいね。まあ、それはね、先ほど申し上げた通り、1から100ね、ワンシートを作ってたとして、純粋にカードが入っていった場合ですね。1から100までね。でもそれは、まあ、100% ありえないというのは、昨日のワンボックスから同じ選手2枚というのがありましたので、まあ、それが心地心地とかね、ベリンガム2枚とかだったらもう、すごいんですけど、まあ 80% ぐらいなのかなっていう感じがします。そういうところを見ると。ね、その、ウィルツ以上箱でね。でも結構連チャンしてますよね、昨日から。あ、色だ。昨日から見たらかなりこう続いてますね。はい、あ、レギュラーの方でした。はい、これ99です。なのでちょっと継続してほしいっす。
鎌田さん。あ、サイラさんが来た。まあサイラスさんまで入れていいんだったらほぼ出るんじゃないですかね。サイラスさん以上って考えれば、あ、逆にサイラスさん出ちゃったな。心地ベリンガム、ウィルツ来ないかな、うん、あ、フューチャースターズ、はい、さっきと同じ人だ。あと4パックだ。いや、さっきね、ワンボックス目は、ね、ワンパック目から来ましたけど、オレンジだ。よし。うん。シャルケ。カバックちゃん。カバちゃんだ。カバちゃんも一応フューチャースターにいましたよね。あ、2000年生まれなんだ。おー、2000年生まれでもう3年間ぐらいやってるってことですよね。去年のデータでトータルのデータがあるってことは最低でも3年やってるってことですよね。もう18ぐらいでデビューしてるんだ、ひょっとしたら。すごいね、ディフェンダーで18ぐらいからやってる。やばい、ラオの攻撃だ。よいしょ。ああ、こうね、ビルツさんも大体上にいましたけどね、昨日。うん。うん。はい。で、最後です。ああ、アダムスさんか。はい。うん。あ、そっか。フューチャースターズだ。はい。ということで、小口1枚目ね、ワンボックス目の1枚でしたね。2箱目は、はい、出なかったです。サイラスさんでしたね、2箱目ね。まあでもイベ見るとね、あ、結構人気あんだなと思いました、サイラス。まあでかくて強いフォワードでしょ、まあ、全然チャンスはありますよね。フランスだっけ、どこだっけ、どこですかね。でも6フィート2で、今年が初年度って感じですね、ドイツね。どこでやってたんですかね。いきなりドイツに行けるってことはね、あんまないでしょうからね。はい、ということで、あとシリアルはオレンジ3のイエロー1という結果でした。はい、じゃあこちらで、明日着でお送りいたします。はい、ありがとうございました。まあ、ポーカー。はい。はい。じゃあ、2箱なんで2回やります。3回押します。お客様先行で。1、2、3。うん。お、9の1ペアですね。はい。1。2、3。はい、4の1ペアね。で、9の1。はい、じゃあ黒マグホを1つ、すいません。はい、とりあえず黒マグホ、はい、で、2箱目分ですね。はい、じゃあ参加をします。1、2、あー、ストレート来るかなと思ったんですけどね、キングでした。8、9、10、11って来たんでね。はい、ということで、こちらでね、お送りいたします。はい、クロマグホは55ポイントなんで、これちょうどいいと思います。はい、ありがとうございました。